はようございます。ジンムです。今日はウェディングの特別なイベントをやっていきたいと思います。イエイ。あつ森のウェディングイベントの慣れ染めちゃうかチュートリアルについてはこちらの動画でお話ししたのですが、実はねウェディングイベントを何回か繰り返すと特別なイベントが挟まってくるんです。今日はそちらを楽しんだり、ウェディングイベントにまつわる小ネタをね紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。オープニングに映っていたカモミちゃんがたまらなく可愛いでございます。あ、こっち見た。ファンサービス旺盛で素晴らしいですね。よし、ということでパニーの島行こうか。パニーさん。お、二人でヨガしている。混ざるか。みんなで同じポーズ、仲良し。さあ働きに来ました。ウェディング撮影を手伝う。今日もバリバリ働くのですが、今日はウェディングイベント6回目になります。まあちょっとね遅くなっちゃったんだけど、このイベントを動画でやるために撮っておきました。さあリサさん、今日もお美しいですね。ここで少し相談があるのと、せっかくこんな素敵なスタジオがあるのに使っているのが私たちだけというのもなんだかもったいないと思って、ジンム人島の皆さんを招いて実際に披露宴風のパーティーをやりたいと思っているのということで、なんとね披露宴イベントを島の住民たちを呼んで特別なイベントが開催されます。いや、いいアイディアです。楽しそう。よかったねダーリン、イチャイチャを見せつけていく。ジンムはいつも通りセットを作って招待してくれると、ほいほい。ホワイトやピンクを基調とした可愛らしいセットで披露宴会場を作りますか。実はねジンム自身に去年とは違うところがあります。それがですね、この1年間で実際の友達の結婚式に何回か行ったということです。そう、ジムは大人になったのです。ということで友達の結婚式をちょっとイメージして作っていきたいと思います。早送りで制作風景をお届けします。まずはエレガントのソファーの白ピンクを置いて、次に壁紙と床を少しナチュラルめ、差し色にピンクが入っているものに変えます。テーブルはクロス付きラウンドテーブル S 新家具を置いて、ピンクとナチュラルめのカラーどちらも取り入れていきます。立席パーティーのようにしていきます。アクセントにベージュのラグを引いて、ミルクガラスランプをピンク、テーブルの真上に配置するようにします。壁にはスターナガーランドのピンクをずらっと並べて、一部をホワイトにすることでピンク白の感じを出していきます。さらにウェディングな壁飾りをリサ改造の後ろに置くことで、リサ改造の席を豪華に見せます。飲み物は美味しそうなシュワシュワ系をチョイス。主催者の趣旨によりメロンソーダが少し多めです。いつの間にかリ改造の周りに何かが置いてあるように見えますが、後ほど明かされます。さらに手前には母の手作りケーキを置いて、はい、できました。リサと改造のホームパーティー風、白とピンクに少しナチュラルめのカラー、茶色めのカラーを取り込んだ披露宴会場となります。結構披露宴会場はラフな感じでね、リアルでやることがジムの友達の中では多かったので、それをイメージしてみました。そしてね、注目すべきがこの楽器演奏コーナー。やっぱり披露宴ではね余興があって、でみんな楽器演奏とか結構するんですよね。ということでこの楽器をね演奏してくれる、余興を披露してくれるメンバーをこの6回目のイベントから招待ができます。活かしたバンドメンバーを紹介するぜ。ドラム、ジャック。ちょ、気概よか。あ、ジャックめっちゃイケメンな姿にもうなっとったわ。これさ、招待する時のために住人さんみんなしっかりとお着替えしてるのかな、フォーマルな格好に。待って、社長結構さドラムうまそうじゃない？なんかドラム叩いてそうなリアクション。これドラム叩いてるように見えるんじゃない？いい感じ、いい感じ。バシバシ決めてってください。そしてベース、やっぱベースはロボくん。あ、ちょっと待って、ロボくんちょっとそれサングラスはね張り切ってますね。似合ってないことはないんだけど、ここはフォーマルに行きましょう。で、せっかくバンドだからみんなおそろっちにしようかな。タキシードな感じ。これでベースを弾いてもろて、ギター、チャチャマル。あ、チャチャマルもパリピってますね。なんでみんなそんなパリピってるの？チャチャマルにもフォーマルに決めてもろて、あ、かっこいいじゃん。似合いますね。そして、ボーカルは、新メンバー、ジェシカポン。ジェシカちゃん、なかなか決まってますね。お花のサングラス、体の色とかなり一体化してますね。
サングラスだけ外そう。服はいい感じ。ギター弾いてそうなリアクションないから、とりあえずリズムに乗っといてもらって、でジェシカちゃんは歌ってもらいましょう。バンド名は結成ジェシカ with シルクハットーズってことで、ジェシカちゃんを中心にシルクハットをかぶったバンドメンバーたちがこの一体感のあるグルーヴを生み出していく。よし、お客さん呼んでこう。みんなおめかししてるんかな。あ、おめかししてるね。いや、ここのおめかしを見るのもね、結構楽しいので、ぜひ今年まだ披露宴やってない方はね、やってみてください。いや、これいいよね。フランソワちゃんもなかなかね、張り切ってますね。ヘーターチャック。ヘーターチャックすごいかっこいい格好してんじゃん。え、すごいデフォで活かした感じだけど、ちょっとシルクハットズというバンドメンバーとね、帽子被るんで、帽子だけ外しとこうか。全部で、この場に10人しか入れないので、住民さんは8人までしか読めないんですね。じゃあ、ジンバーマッキーロコーデで音楽にみんな乗ってもろて、よし、プラスボタンを押してパーティーを始める。さあ、どんな感じになるかな。このセットでパーティーを始めようかな。イエス、ドキドキ。いや、ここのね、映像がめちゃくちゃいいんですよね。これをみんなに見てほしい。さあ、皆さん、本日はお忙しい中お越しくださり誠にありがとうございます。あ、なんかみんながちゃんとね、リサの方向いてるのがリアルな感じするよね。パチ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 。あー、盛り上がってる。今日は私とダーリンの結婚式といってもウェディング風のパーティーなんですけど、私たちのためにこんなにたくさんの人たちが集まってくれるなんてとっても嬉しいわ。堅苦しいことはなしにして、とにかく今日はみんなで盛り上がりましょうね。盛り上がります。おお、やっぱみんながいるといいよね。これまで2人だけだったし。わっ、そっち向くんですか？カメラ目線ですか？あ、ちょっと待って、ジェシカちゃんがちょっと照明で隠れちゃってる。あー、今日のメインボーカル、顔が照明で隠れちゃってるけど、パカーンとパシャパシャ失敗。うわー、今日はみんなで目いっぱい楽しみましょうね。イエス。ということで、パーティーが始まりました。あれ、リアクションは聞かないのかな。もうそれぞれ勝手にウッキウキしてますね。楽しい。これはカメラを起動して、おー最高。あ、そしてパンパンとクラッカーをね、住民さんが鳴らしていく。あ、いいですね。テンションが爆上がっております。声もなんかすごい声出た。うわー、めっちゃ楽しい。いや、やっぱこういうさ、住民さんが自らウキウキしてこのクラッカー鳴らす、このイベントがね、結構毎年楽しみなんですよね。今年もなかなかいい環境、いい会場が作れたんじゃないでしょうか。せっかくだから一人称してみる？まずはリサ改造メイン。アプレコ追加家具のね、ロイヤルシリーズ使ってみました。ピンクと白にできるんで。そしてドラムス、社長。パン。カメラに向けてパンしてくれた。からの、ボーカル、ギター、ベースのバンドメンバーたち。いや、いいっすね。お客さんもウッキウキで盛り上がっております。飲み物はね、クリームソーダ多めです。主催者の意図でクリームソーダが多めでございます。どこで写真撮るか悩むな。ここで撮ろうかな。ここでジンム入ろうとしたんだけど、ジンムが目立ちすぎるから、ちょっと会場さん隠そうかな。リサさんは俺がもらった。バシャッと。いいねー。たまらない笑顔でございます。さすがにかわいそうだから、ドラムス社長とツーショットもいただきましょう。この価格でもパシャッと。このクラッカー打つ瞬間に写真を撮ると、いつも撮れない写真が撮れるから最高です。やはり改造おめでとう。パーティーを終わる。今年も最高の披露宴だった。とっても素敵なパーティーだったね、ジンムさん、ありがとう。そうそう、お礼をしなくちゃね。カー君が作ってくれたウェディングのアーチ、これ結構ね、島クリーム使えるので便利。あと、これも受け取って、愛の結晶ありがとうございます。何個もらえるかな。それと、実は最後にとっておきのプレゼント、これね、知ってる、これ一番いります欲しいです。リサと会場の絵皿いただきます。イチャイチャの絵皿、みんなに渡したダーリンの幸せをお裾分けできたらと思ってね。ダーリン、あ、もうその笑顔を見たら大切にせざるを得ません。でもね、去年も一昨年もね、もらってるんですよ。せめてなんか中の写真さ、取り替えてほしいよね。パニエルさんもスタジオ貸してくれて本当にありがとう。もちろんパニエルさんにも私とダーリンの絵皿は後でお渡しするから安心してね。そうかい、ありがとう。パニエル、
言わなかったら断るんだぞ。ちょっともらっても困るな。聞こえてるぞ。そして6月いっぱいまで毎日イベントは引き続きできるし、こっからね、イベントを最大得点でクリアすると、なんと愛の結晶が最大18個までもらえるみたいなので、まあ、ぜひね、効率よく愛の結晶を集めるためにも6日目以降頑張っていきましょう。そしてこのもらった愛の結晶、実はね、とある小ネタがあるんですよ。なんとこの結晶をね、住民さんに渡すことができるんです。釣る気満々の、頭にちょっと釣り竿が刺さってしまっているマーティン君に試しに渡してみましょう。おはようございます、ジムオです。マーティン、俺の愛を君に捧げるよ。マーティン、ラブフォーエヴァ。これ愛の結晶だよね。なんだかちょっぴり照れちゃうけど、君からのプレゼントだからしっかり受け取らせてもらうね。じゃあということで、特別なねリアクションが見れるんですよ。あれ、お礼はもらえなかったな。お礼もらえないんだっけ。悲しい。無償の愛を捧げました。いや、このね、特別な会話は愛の結晶をあげた時にしか聞けないので、ぜひ試してみてください。そして人部の一番のターゲットはジェシカちゃん、君です。今年初めて愛の結晶を渡す君ですが、ちょっとトタケキの曲に夢中で気合が足りてないので再起動します。いた、ジェシカちゃん。ジュースを飲んでいるところに俺の愛を伝えていきたいと思います。ジェシカちゃん、君に愛を伝える日を待ち望んでいたよ。ラブフォーエバー。これは愛の結晶。想像以上のリアクション激しいぞ。あはは、ありがとうね、ジム。あんたの愛、しかと受け取ったよ。かも。すごい笑いでごまかされたような気がするけれど、でもちゃんと愛を受け取ってくれたの？嬉しい。やった。ジェシカちゃんに愛が伝わった。よね。大丈夫だよね。伝わったよね。ちょっとそっけなかったけど、伝わったよね。ということで、住民さんいろんな反応してくれるので、ぜひ渡してみてください。ジムは過去にもね、渡しているので、過去の動画もぜひ見てほしいです。ということで、いかがでしたでしょうか。ジムはこれからも、あつ森をもっと楽しむ情報をお届けしていくので、チャンネル登録、評価、コメント、よろしくお願いいたします。ジムは Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローいただけると嬉しいです。ジェシカちゃんが扇風機、あーってしてる。それでは、ジムでした。バイバイ。